はい、どうも皆さん、こんにちは、ずんだです。私ですね、この武器、今持っております。これどうやって見せたらいいんだろう。別注です。寿司別注。いや、これですね、実を言うとですね、昨日の、月曜の夜なんですけども、とある方にですね、ガチやぐら必勝法を教えていただきまして、実にその通りにやり始めたらですね、普通にガチやぐら勝てるようになりましてですね、なんかようやく自分の中でしっくりとくるやり方を教えてもらえたなっていう感じでですね、本当になんかその今まで僕ガチやからやるときって、なんか何の武器持ってもピンとこなかったんですよ。この武器持ってるけど、俺こんなの使えないんだけどって感じだったんですよね。別にこれ使ってもなんか勝てるようになんないし、なんか使っててもしっくりこねえなーって感じでずーっとゲームしてたんですけど、このね、寿司別注で、ボム2発のギアにしてから、普通に勝てる。いや、矢倉ってそういうことなんだっていうのがなんかね、ようやくこのやり方のおかげで理解できたなって感じでして、非常に感動しております。もう本当に感動した。ああ、世の中ってやっぱりね、いろんな人の話聞くことが、本当自分のね、知見とか、見識を広めるっていう上において、本当重要なんだよなーって思いましたね。なんかやっぱり多分ね、自分と似たような苦労をした人っていうのが、おそらく自分にとって結構いい指導をしてくれる人なんだろうなーってね、ちょっと俺、昨日思いましたね。しかし昨日のね、ライブ配信はね、結構見てほしいですね。あれ、3月16日月曜日の夜のライブっすか。あれ、俺結構ね、いい放送だったと思うんだよ。後から聞き返したら、あんまりその他のね、お二方の声聞こえてなかったんだけど、結構ね、有用なことを、二人ともね、言ってくれてたんで、これね、かなり勉強になりました。やっぱりね、上手くなろうと思ったら、個別指導っすね。やっぱり。大事なのは。先生にその場で即座にこう、ダメ出しを食らうっていうんですかね。フィードバックをもらうっていうか、そういうのないと絶対上手くなんないからね。ただやってるだけじゃ上手くなんなくて、やっぱりその、適切に指導を受けるっていうのが本当大事なんだなと思いました。では、今日ね、なんとか、ちょっとさっき通信が悪くてですね、あんまり、矢倉やれなかったんだけど、なんとか、一試合だけ録画できたんで、それご覧ください。ズンダでした。さあ、スプラトゥーンね、あのやり方を覚えていこう。僕はスプラトゥーンガチ矢倉、急に楽しくなっております。こういうの待ってたんだよ、俺は。スプラトゥーン必勝法を。こういう特に何の脳もないような俺でもできるような、そういうような教え待ってた。なんとかミサイル溜まるかな。相手乗ってくれてない、乗ってないんだ。利用されちゃったか。
うまい、あいつうまいね。やられたな。あと帰るか。あぶねえ。やっぱボム強いな。いやマジボム投げてるだけで勝てんだけど。で守りはもう完全ボムピー。あとミサイル間に合えばミサイル撃てばもう絶対守れるな。で適当にキルできるときにキルするっていう。ある意味マサト様戦法の攻撃版みたいな感じやな。